堀川隆は日本の銀行家、元秋田銀行頭取会長、秋田県秋田市出身、1953年東北大学卒業後秋田銀入校、職員組合委員長のほか、本部において企画や人事を長く担当した。また、同行としては初の外部団体への出向として、八郎型新農村建設事業団に派遣され、 大型村の大規模モデル農村づくりにも携わった。また、林業の盛んな野城市の野城支店には、支店長として初めて赴任。第一次オイルショックの影響を食い止めるべく奔走も、した。1991年、在任11年に及んだ、井上良介の後を受け東取に昇格した。東取在任時は、不良再建処理に取り組み1995年度には、 いわゆる重戦向け融資、翌年度には、秋田県木造住宅向けの融資の大半を、焼却させ、不良再建処理に目途をつけた。1997年、日本版ビッグ版など、転換期を新体制で乗り切るべく、公認には、諏訪純人を当て自身は会長に退いた。1999年11月22日、肝臓癌で成去。去年68、 天然秋田杉を首都圏に売り込むことを目的に、地元木材業界、秋田銀行、宇賀銀行等の出資により設立された住宅販売会社。不明朗な手形を乱発し、バブル経済時に沼地や傾斜地を取得するなどして1998年2月、破産した。また、欠陥住宅を売られたとして、千葉県の住民から損害賠償を求められた。 ありがとうございます。